何がいるんですかね。アイコマガ岳っていうところなんだけど、準備をしてるわけね。まず落ち着いて、何を持っていけばいいかあんま分かってない。一応ね、お借りしたバッグ、お借りしたバッグにヘッドライト、板ヘッドライトじゃん。あとこれを靴につけるトゲトゲのやつ、匂いが、もしかしたら雪があるらしいんですよ。あとはドリンク飲むやつ、よくよく考えたら、いやないじゃんと思って、軽いやつで、皆さん持ってたのは本当に水が入ってない状態だとペタンみたいな、もう1ミリですみたいな感じのやつだったんだけど、私はないので、プロテイン、このね、電動で回るやつのプロテインシェーカーが、これしか一番軽かった。持ってみて、いろんなもとは持っていく。これは忘れないように登る時のばっかり見えたけど、でも多分後でつけたら軽、もうほとんどの中なくなるはず。一応タオルは持ったし、あと向こう寒いみたいだから、いや私こんなんで大丈夫なわけ。あとは食料品で、8時間ぐらいかけて登ってからのキャンプして、キャンプするらしいので、あそこに泊まるのも楽しみで、もうめっちゃ寒いみたいなんで、なるべく暖かくしていこうかなと思います。わかんない、これ登ってる、登る服もね、わかんない。だからもう普通にこんなズボン、いつも履いてるようなズボンになっちゃう、どうしても。でもわかんない、このさ、このリュックで行った方がいい。あとは風邪ひかないように、このこれとこれとこれを着て、あったかいでしょ。うわぁ、大丈夫かな、なるようにしかならん。いやでも明日の、明日を見といた方がいいって教えてもらったんで、後でチェックするのと、あともうドキドキしすぎて眠れないけど、とりあえず寝ようかな。眠れるかな、かな。でも遅刻したくないから、3時に来てくれるから大丈夫だよね。うん、かわいい。やっと二人のこともちゃんと見える。あ、真っ黒だったからね。Primeiro, vou sair trajado com dinheiro. Segundo, hoje eu tô no pico e vagabundo. Terceiro, eu e meus parceiros tão ligeiro. Quarto, nem 走り回らないとか。あ、山舐めてますよ、これは。これしかでしょ。へえ、そ
そんな感じなんです。おにぎりでしょ。みんなで食べるちょっとチョコレートは買ってきたから。優しい。私も買ってきました。何その、愛があるわ。チョコレート。やば、私ない。そんないっぱいみんなが持ってきてもさ、食べきれない。一人一個になっちゃうが。すごい、つめつめ。かわいい。この映像で山じゃないのに苦しい夢撮ってる。また薮さんを通るルートにつきましては雪が残っているということでございます。こうする可能性もありますので、一応鳴らすとかあいつさ、デコボコ長期になったね。朝残り。失礼ですが、落としそう。いつでも取れるようにさ、ちょっとこの水筒の水みたいな。綺麗。乗っけるんできた。かわいい。乗っけるん。綺麗。こっちバックに一枚写真撮れないのかな。うわぁ。あ、CM みたい。うん、腰に巻いていこうか。全然できない。6合目だよ。だって10のうちの6だよ。本当？本当。そっか。なかなか手強い。うわ、恐るべし、でっかいし。先がね。夏の早い時間に来て。早い時間に。ザッキー。やっぱ食べ物のエネルギーすごい。すごいね。ねー。食べるだけでさ。出てきた小屋で一体どれぐらい入れてますか。30ミリリットだけですか。30ミリリット、そうそう、300ミリリット。やった。はい、お、ちょっと思います。どうしますか。ああ、なるほど、少しね。これで3、40秒を押してから、はい、次の次のね。バリスタだ。どうですか先生、もう少しですか。もうちょい。そうですかね。でも2枚あるから。そこにもさ。はいはい、いい感じです。電球屋さん上の方にさ粉がつったんですか。これ閉めた方がいいの。閉めた方がいいです。閉めた方がいいです。この子には閉めてくださいって書いてあります。2分から6分。じゃあ3分。こんなのがあるんだ。朝のコーヒータイム。コーヒー屋じゃない俺がやってんだからね。本当。絶対にどっちかがやったらいいのに。現役のちいちゃんがやってる。いや変わんないっすよ。もうだって入れてもらったら嬉しいもん。あれでも、ね、まあ、そうね、誰でもね、うん、やっぱり寒いが取り入った。はあ、はあ、はあ、
山のさ天気がいいのかさ、こうやって開いてさ、中藤由紀稲駅ってのすげえ、俺これ石が挟まってる。ほんとだ、すごい。足が痛いけど綺麗。ああ、こっちも、もみじが、いい色してるわ。本当？みんなでさ、もみじ祭りっていうさ、あれが欲しいね。いただきます。すげえ、もう超知らんぷりしてんのにさ、犬だけはさ、超知らんぷりみたいなさ。これの77番、これカイコマガタケだ。おお、綺麗。どうしようか迷う。ここはなんだ。はい、帰ってきました。見えるかな、すごい。帰ってきまして、ペグをね、怖い、ペグを拭いたりしてました。いやー、めちゃめちゃ楽しかったです。まあでもやっぱり自然の怖さみたいなものを体感しましたね。まあ詳しく言葉で表現するにはまだまだ知識が足りないんですけど、まあ、例えば登ってる、どこの山自体だけど、まあ、登ってるその方角というか、面、登ってる面で全然その風の温度とか体感かもしれないですけど全然本当に違ったりとか、そういうのはなんか日常ではあんまりないなって。まあ一日を通しての温度差はあるけど、場所がこうちょっと進んだだけで全然違うっていうのは、なんかこうこれが自然なことなのかって思いました。そう、うん、まあ自然っていう言葉がなんかもうちょっとこう自分にとって体感で経験することができたなというね。なんか言うじゃないですか、自然だねとか、日本語でね、友達の会話で意外と使うけど、どういうことなのか、どういう言葉として使われているのか、まあ人によって違うけど、私の中でまたちょっと、うん、リニューアルされたなって感じはしてます。さあ、ではこんなところで、今日も最高でした。ではまた次はね、どこに乗れるかな、楽しみです。では、おやすみなさい。O meu cachorro vai chamar Rivotril. A minha gata quatro pares pariu. Meu papagaio tá falando inglês. E o meu peixinho blu 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 em francês. A tartaruga criou a tua.A cabeça foi pro alto, ficou. Eu tô alto, eu tô alto, eu tô alto. Yeah.